ザーズアット TV。 皆さんいろいろ大変ですが頑張っていますか？バレーボール V リーグももうすぐ始まります。ガオー君もよろしくお願いします。さあ我がブレイザーズも準備は万全です。何何？ファンフェスティバルも好評やったです。読みにくいけど、そうなんです。ブレイザーズのファン向けイベント、ファンフェスティバル、今年はリモートで開催されました。その様子を少しだけお見せしたいと思います。せーの、ガオー。階段から押されて頭部を打撲か。おう、山口。あ、高野さん。被害者の名前は？名前は井上直樹、54歳。堺ブレイザーズでバレーボールの応援団長をしているみたいです。で、容体は？一命は取り留めましたが、今集中治療室で意識は戻っていないようです。そうか。これは被害者が書いたものか？そうみたいですね。 NY ですかね。こういうものですが。あら、刑事さん、どうなさったの？この男のことを知っていますか？この人？店長、お話ありがとうございました。いらっしゃいませ。いえいえ、解決すればいいんですけどね。近頃物騒な世の中になったな、待ったな、手でかますこのラップ。あっ、あ、わっしょいわっしょいの人だ。あのですね、この人を知っていますか？ Do you speak English? No、 日本語だけでお願いします。私は日本語上手じゃありません、ごめんなさい。日本語上手ですよ。もうひどい今日のとこまで来ているようだな。そうなんですが。どうした、納得はいかないようだな。実は被害者からのメッセージの謎がまだ解けていないんですよ。マヤの捜査の噂は聞いている。足で情報を稼ぐのもいいことだが、今の時代もっと頭を使って情報を集めることだな。高野さん、事件当日のタクシーのドライブレコーダーに事件の模様が映っていたようです。行くぞ山口。よし、君たちも被害者もどちらにも非がある。だけど事件は事件、君たちを署まで連行する。いや、相変わらずブレイザーズの選手は芸達者の方が多いね。えん、選手の街ロケもあるで、スリカの仕事なくなるで。え、ちょっとやめて、私の仕事はなくさんといて、お願い。今日お世話になります、松尾刃物さんです。そうなんですよ、あの、なぜ、じゃあ、松尾刃物さんここにお世話になるか、実はね、ちょっと関係がありまして。はい、ちょっと読んでいいですか？はい、はい。武蔵、武蔵、こっちや。あ武蔵でした。こっちですか？えらい仲いいね。いや、そうなんですよ。どういう関係？いや、実は小学校のバレーボールチームで敵同士やった中から、それからジュニアブレイザーズ一緒に行きまして、そこから高校も一緒に行ってっていう、すごいもう昔からのバレーボール同級生みたいな。はい、なんでもこうボケても返してくるっていう感じですよ。包丁を作る工程紹介してもらっていいですか？はい、刃付け職人の初めの工程はこちらの作業になります。説明は親方から。患者さんが上がってきたのがこういうものです。で、私たちは刃付け部門で、こういう形のこういう厚さのものが鍛冶屋さんから上がってきて、そして一番最初にまずこういうふうに研ぎ上がっていくと、だんだんこういうふうに研磨されていきます。だいぶ包丁っぽく、厚みもだいぶ薄くなっていく。で、そこをまた叩いて叩いて、高いところを取って、で最終的には今度は研ぐというよりも光らすっていう部門に入っていって、みんながよく知ってる包丁というものになっていくということです。はい、
するみたいな。これ体験で求められるとこじゃなくない？そうだ、頑張れ。ちゃんとやりたい気持ちがあるんですよ。秀樹さん。できる気さんです。すごい分かります。ちょっとそのまま進めちゃうと包丁の形に変わってダメになるんで、もうちょっとちゃんとしてもらって。ありでし、ありでし、ありでし。まああのレベルじゃ、まあちょっとまだ私を超えるのは早いかなって感じですかね。まだ安心安心。うんうんうん。え、そろそろ選手のインタビュー行こうか。あ、そうします、わかりました。もうすぐ始まるね、 V リーグ始まりますんで、その抱負を高野選手に聞いています。行きましょう、せーの、ガオー。はい、新シーズン始まって、そのまずコロナの影響でちょっと練習できないという状況が続いたんですけど、まあ各自が 家でトレーニングしたりとか、そういう部分でこうなんとかこう体力の部分では落とさないようにして、まあ、新しいシーズン始まった時にはまたみんながこう衰えてなくて、そこまでこう何ですかね、ゼロからじゃなくて少しこうプラスの部分から始められたんで、そこはこうすごいいい点として今シーズン、はい、取り組んで聞いてます。僕自身パワーグループってそのトレーニングメインのチームでやったんですけど、まあ、初めてこうトレーニングにフォーカスしてやれたことで、まあ、自分自身もこう体重で言いますとこう 2,3 キロ増えて、まあ、その下半身の安定性だったり、まあ、そういう部分はこう実感できているので、まあ、この取り組みはこの良かったんじゃないかなっていうのは感じています。なんかちょっとガチッとしましたよね。本当です、まあ、結構こう言われるんで、はい、まあ、でも自分でもこう鏡見ながら思った時に、見た時にちょっとこう太くなったなっていうのも感じるんで、そこはすごい嬉しいです ね、 ね、はい、体格の変化が目に見えて分かる。しかもこう測ったりもしてたんですよ、トレーニングする前の3月かな、3月ぐらいの時期の太さと現段階での太さっていうのも測っていて。変わったんですか？ 1.5 センチ太くなりました。じゃあこうやってうーってやったら 筋肉出ます？結構、わー、はい、まあ、まだまだこう、ここで3分ぐらい。いやいやいや、いやまだまだなんですけど。ちょっと話は変わりますが、はい、ファンフェスお疲れ様でした。ありがとうございます。どうですか、初のリモート開催ということでしたけど。まあ、リモートでこう初めはどうなるか分かんなかったんですけど、まあ、その前もってその準備とかはすごいこう忙しくて、うん、初めてこうやったドラマ撮影なんかは本当にこう、はい、昼まで練習して、昼からこう9時まで撮影をこうぶつづけ撮ったりとか、すごい大変だったなっていうのはあったんですけど、はい、まあ、実際完成したこうドラマを見た時にすごいいいものができてたんで、そこはすごいいいなっていうのは思いましたね。ドラマのセリフ量すごくなかったですか？そうですね、代表もらった時にこんな絶対覚えられないだろうみたいな。最初本当不安で、はい、その本番前もずっと見てて、それでもこう何回かこう NG は出したんですけど、まあ、無事にこう完成できたんで、まあ、そこは良かったんじゃないかと。ねえ、はい、なんかみんな役者やなと思って見てました。いやでも最初結構棒読みとか結構あって、 NG もセリフやっぱ噛んだりとか、噛んだらダメなんで、しかもこう同じこう場面でも角度変えて撮ったりとか、撮る場所変えて撮ったりとか、何回もこう撮るんで、はい、まあ、そこでこう一回噛んじゃったりとかして、こう何回も NG 出したんで、今シーズンはホームゲームからスタートで僕たち有利な部分だと思うんで、しっかりスタート足を切っていけるように開幕戦から勝ち星を重ねていきます。今シーズンも応援のほどよろしくお願いします。ん？何何？せっかくなのでもう一人行こうか。わかりました。あの昨シーズンのね、感動のシーン覚えてますか？そして今回のファンフェスティバルでも大活躍をしていた山口選手にインタビューしています。いきますよ、せーの、ガオー。まあ、あんまり今までそれまで試合出てなかったメンバーで戦うっていうことは前々から言われてて、まあ、ずっとこうなんていうんですかね、 B チーム側でやってたメンバーだったりとか、まあ、で戦うことになったので、まあ、もう本当に
今までこう、まあ、もちろん出れない悔しさだったりとかをこうずっと味わってきたメンバー同士で入ったので、まあ、それがこう、その思いをこう相手にぶつけようっていうことで、まあ、思いっきりやれて、まあ、フルセットでしたけど最終的には勝てたので、それでいい感じでファイナル6にこう挑めたかなとは思うんですけど、はい、で終わった後に直樹応援団長泣かせましたね、はいはい、いや なんか最初本当に隣でなんかこう嘘泣きというかなんかこう演出みたいな感じかなと思ったんですけどあまりにもなんか長いなと思ってパッて直樹さんの顔見たら本当に泣いてて、それはちょっとびっくりしたんですけど、はい、まあこういろいろこうなんですかね、まあ、漫才もやらせてもらいましたし、はい、ドラマも高野さんと一緒にこう主演級のやつをやらせてもらいましたし、料理コーナーとか、まあこういろいろこう配役を多くいただいたので、まあこう任せられたやつは全力でやろうと思って毎年は毎年取り組んではいるんですけど、はい、出だしはこうコロナの影響でこうグループ分けしてとか少人数での練習っていう形だったんですけど、もう最近はもうチーム全体でもう練習もできてますし、まあ、全日本組も全日本でのこう活動も短かったので、去年とかよりは早くチーム全員で合流でして練習ができてると思うので、まあ、あと1ヶ月ちょいあるので、まあ、そこでもまだまだ詰めれる部分だったりとかあると思うので、しっかり準備をして開幕戦からいいスタート出し切れるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。また去年より上の順位ももちろん目指して一試合一試合チーム全員で戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。山口選手ありがとうございました。さてさて、ホームゲームの告知です。そうです、今シーズンからはホーム&アウェーのゲーム方式になります。それに伴ってホームゲームが増えるんです。お楽しみの開幕戦はここ日本製鉄堺体育館で行われます。対戦相手は VC 長野トライデンツ。いつもの金岡公園体育館でもホームゲームを行いますが、今シーズンはこの日本製鉄堺体育館で10試合が行われます。綺麗で見やすいアリーナですよ。アクセスは南海堺駅、堺東駅からバスが便利です。堺駅周辺には素敵なお店が揃っています。サポーターズクラブの開放誌でも紹介した店舗がありますので、堺ブレイザーズサポーターの皆さんは要チェックです。試合の帰りや堺観光の際には楽しくお食事などいかがでしょうか。もう一つのアクセス方法、20分ほど歩いても大丈夫という方にはおすすめです。大阪地下鉄四ツ橋線の住之江公園駅から大和川を渡ってのんびりとアリーナへやってくるのもいいですよ。途中川沿いの散歩道も快適です。 2020-21V リーグの日程、チケットの情報はチームのホームページをチェックしてくださいね。それではブレイザーズアット TV、 次回は開幕戦で会いましょう。バイバーイ。